岩瀬大山海は、香川県高松市の高松平野北西部に位置し、高松市街地に面した山海である。岩瀬大山海は、高松平野の北西部に位置し、市街地に囲まれた、周囲約 16km、東西約 3km、南北約 4km に広がる独立した山海である。 北端の岩瀬尾山、南側の清し願寺山、東側に位置する東海山と室山などと平坦な峰でなる。三階の名称は北東山六の石清を八和田神社に由来する。三階の北側の山6から瀬戸内海まで約1キロメートルで西側の高東川は北流して瀬戸内海に注ぐ。東海山と室山の方の山海は 死雲山と総称する。また、峰近くの山腹の峰山町から岩瀬尾山に、かけて広がる、観斜面と平坦地の領域は、通称、峰山と呼ばれている。三階の峰や尾根を中心に、古墳時代の前期から後期にわたる120基を越す石石塚と森土墳が分布する。 全長約96メートルの双方中円墳の猫塚古墳など20基を超す石石塚群は岩瀬尾山古墳群として国の史跡に指定され全国の人々にも知られる香川県を代表する古代遺跡である3階は香川の緑百選の一つ峰山には高松市の峰山公園が整備されているまた登山やハイキングが楽しめる市民に 身近な里山である。岩瀬小山の展望台では、東方の屋島と西方の五色台に挟まれた、瀬戸内海が一望できる。高松市の中心市街と三方と高松は眼下。前方に、女木島、男、木島、直島、都島、小戸島などの島々、行き交う船舶、海を隔てて、岡山県の山々が遠望できる。 また展望台から望む夜景は、高松市民が楽しむ夜景スポットの一つである。北東の山海最大のすり鉢谷には、峰近くの寒斜面を果樹園や畑などに使用して集中する峰山町がある。山上へは、山麓の宮脇町の峰山墓地から、峰山町を経て、岩瀬大山の峰に至る自動車道が通る。山海を囲み、山海に広がる行政区は、 宮脇町のほか数町にまたがる。岩瀬尾山は、競技では岩瀬尾山を指すが、抗議では岩瀬尾山会と解釈されている。地形の詳細は、関東と概要に記述の通り。岩瀬尾山と、清願い寺山は、白秋後期の加口岩類を中期中心よの、さぬき岩質安山岩が覆ったビュートで、長部に平坦面が残る。石。 清志美八幡宮から志雲山は、佐抜岩質安山岩の貫入岩体で、岩瀬小山の東の尾根に、可動隠れ気岩が分布する。代表的なコースの、岩瀬小山から志雲山を回るコースは、下記の通り。最寄りの市民病院バス停から5分ほど車道を登ると、社会福祉法人、佐抜の入り口に登山口の案内表示があり、校内を通り抜けた山側に登山口がある。 両線に沿って登り、平坦な峰を進むと、岩瀬大山の山頂の展望台に到着する。展望台から南に入り、林の中を進み、猫塚古墳を目指す。古墳を過ぎれば、車道に出る。車道を南に進み、トイレ、姫塚古墳、小塚古墳の前を通り、休憩所を過ぎれば、ハイキングコースの道標がある。 山道に入り、石船塚古墳の右側をたどると雲山への重走路に入る。東側に下り、雲山に登り返すと、東海山と室山の分岐の尾根に出る。北に折れ、東海山を目指して平坦な峰を進む。東海山の三角点は、東海山北端1号墳の墳休にある。北に向かって、旧坂を、道標のある場所まで寄り、裾野を回り込み、 中野稲荷神社の境内の階段を下る。眼前の鉄道の高架を抜け、左に曲がれば、JR 栗林公園北口駅である。本ルートは、JR 栗林公園北口駅を、スタート地点とする登山者も多い。岩瀬小山の展望台で、瀬戸内海を望む。突出部で猫塚古墳を望む。古墳時代は、3階の北側の山麓は海岸であり、 東側と西側の山麓を河川が北流していたとされている。標高150から160メートルのすり鉢谷では、弥生時代の青銅器、河原家、石器が採取され、高知青集落の痕跡が認められる。清瀬願寺山と新雲山の標高20から30メートルの場所でも、弥生時代の遺物が採取されている。古墳時代前期の石石静塚は、 大和の豪族を主張とする政治連合に参加しながら自律的な地域支配を行っていた豪族の遺跡とされている。その後、古墳時代後期まで3階の全域で多くの森土墳が築かれている。江戸時代のすり鉢谷は深山遊国であると三大物語に記述する。河東川は岩瀬尾山海を挟んで東西二筋の流れであったが、 西島八兵衛が、江戸時代初めの治水工事で、東側の流れをせき止め、西側の流れ一本に改変したとされている。昭和時代初め、すり鉢谷の峰近くの関斜面と平坦地が開拓され、徐々に居住者が増える。峰山町は1940年、高松市の町名になる。2018年5月現在、65世帯153人が居住する。 1979年、市政志向90周年記念事業の一環として、峰山公園の整備が始まる。1981年に、丸山地区の供養開始。1983年に、全域の供養開始となる。その後、埴輪っ湖広場などが新設された。八島の北霊北葉山城から見た高松市街と、 岩瀬小山海東部公園で岩瀬小山海を望むバス路線は山陸で止まり、峰山への乗り入れはない。山上へはタクシー、自家用車、徒歩などになる。3階は都心の人口密集地に囲まれ、交通を阻む状態にあるため、複数のショートカットが存在する。峰山と志雲山の間に位置し、高松市の中心部と、 鶴尾地区及びそこに連結する国道32号を結ぶ動脈である。トンネルは、香川県道172号川東高松線の一部で、交通量も多い。ここを、ショートカットしない場合は、中央通りまで迂回することになる。栗林トンネルの北側に伸びる、約1キロメートルのモズ坂は、学生や市民ランナーが走り込み練習をする坂で、登り切ると、 市街地が一望できる。2018年7月2日、高松市は、霧通市峠の下部に峰山トンネルを貫いた、総延長約7 5トルの都市計画道路、北木無線の共用を開始した。迂回を余儀なくされていた、高松西部地域と高松中心部とのアクセスを、格段に向上させた重要な道路である。 峰山トンネル東側の奥の池南交差点で、栗林トンネルを通るショートカット道路と交差する。霧通し越えは、峰山と、清根願寺山の間の峠越えの道路で、鶴尾地区と現田地区を結ぶ。自動車の対抗困難箇所が多数存在する、狭いな能道のため、対抗者が現れることは稀である。岩瀬尾山には、高松市を、放送対象地域とする。 コミュニティ FM の送信書が置かれている。室山には鶴尾地区や栗林町を対象とした RNC の中継局が設置されている。ありがとうございます。